こういう我々のようなチャレンジを、面白いとか可能性があるとか、まあ、そういった目で受け止めてくれるそういう器の大きさがソニーらしいところなんじゃないかなと思います。エアセンスは、マルチコプターを使って測量であるとか点検であるとか、まあ、農業分野栽培、育成を助けたりといったようなところを事業として伸ばしていくということと、その先に、輸送であるとかそういったところっていうのはまだ未知なんですけども、大きな可能性があると思っていて、それに向けた研究開発として、まあ、こういったものを実際に扱って、伸ばしていきたいなと思っています。僕自身はソニーでアイボであるとかキュリオであるとかエンターテインメントロボットの開発をやっておりまして、そこに携わっていたので、ソニーのロボっていうのはやっぱり自律的な動きっていうのが、まあ、特徴でしたので、そこにこだわりたいと。ソニーの強みってやっぱりイメージセンサーであったり画像の認識だったりセンシングの部分がありますので、我々が作っていくドローンっていうのは360度どこにもぶつからないように常にこう周りをセンシングし続けて、誰が使っても安全に簡単に使えるようなユーザーインターフェースだったりとか、まあ、そういったものっていうのがソニーらしいドローンになっていくのかなと思っています。ドローンの製造から実際にドローンを使った、まあ、サービスまで垂直に割と技術を集めて、お客様に提供するということを志してやっていましたので、まあ、ドローン自体にもこだわりがあって、我々で設計したものを使いたいということで、ソニーの稲沢工場に量産設計支援していただいて、稲沢工場で製造したものを我々のサービスに使うということを行っています。ドローンを使ったソニーのセンシング技術を生かしたものと、ロボットは物理的に力を及ぼしてこそなんぼかなと思いますので、物を実際に運ぶっていうのは価値が高いので、そこはちょっと目指したいなと。2017年の中頃に実際にザンビアに行って、この機体に医薬品とか医療品を乗せて運ぶという実証実験をやる予定です。